マイズル地方隊は海上自衛隊の地方隊の一つ。主要部隊は京都府マイズル市にあるマイズル基地に配備されている。日本海の中部域の防衛警備を担当する。雪のマイズル基地北急岸壁1952年8月1日、保安庁警備隊発足と同時にマイズル地方隊が新編された。警備区域は北側が 青森県と秋田県の境界線から西方270度方向に引いた線と南側が島根県と山口県境から北北西315度方向に引いた線に達する間の日本海沿岸海域と内陸部に及んでいる鳥取県及び島根県の区域並びに青森県と秋田県の境界線が海岸線と交わる点から270度に引いた線と島根県と 山口県の境界線が海岸線と交わる点から315度に引いた線との間にある京都府及びこれらの県の沿岸海域。北から南までの警備範囲の海岸線は約1630キロにも達し日本一長い海岸線の防備を担当している。主な任務は担当警備区域内の警備及び災害派遣、自衛艦隊等の正面部隊に対する広報支援。 嫌い、爆発性危険物の除去及び処理、民生協力等である。舞鶴地方隊所属の艦艇の実力部隊としては、第2ミサイル停隊及び第44、総解隊のみであるが、舞鶴地方総監は必要に応じ、フォースユーザーとして、護衛艦隊や航空集団から提供された、護衛艦や回転翼機を運用して、事態対処に当たる。10月1日、 海軍マイズル府が置かれる。8月1日、保安庁警備隊発足と同時に、マイズル地方隊が新編。新編時のマイズル地方隊の編成新編時の、マイズル地方総幹部の編成11月10日、マイズル地方総幹部が松ヶ崎から余部に移転。11月20日、第1期初任検査が入隊。マイズルで、教育開始。12月27日、 舞鶴練習隊が新編。9月16日、舞鶴基地警防隊を新編。舞鶴新潟各航路警戒隊が廃止。10月16日、総幹部組織の改組7月1日、防衛庁が創設され、海上自衛隊が発足。5月1日、舞鶴通信隊を新編。6月16日、舞鶴練習隊を舞鶴第一練習隊に改称 マイズル第2練習隊が、旧海軍機関学校後に新編。1月16日、マイズル第1練習隊を、マイズル練習隊に、マイズル第2練習隊を、マイズル練習文献隊に解消。4月1日、新潟基地文献隊を新編。5月10日、マイズル練習隊を、マイズル教育隊に、マイズル練習文献隊を、マイズル教育文献隊に解消。六月五日、 マイズル教育文献隊が廃止。11月27日、総幹部が旧海軍機関学校跡に移転。4月1日、新潟基地文献隊をマイズル基地警防隊に編成が得。2月1日、総幹部組織の改組マイズル補給所、マイズル工作所及びマイズル水雷調整所を新編。12月20日、第31護衛隊を新編。3月20日、 マイズル防備隊を新編。マイズル基地警防隊をマイズル警備隊に解消。10月1日、第31護衛隊が第3護衛隊軍。3月2日、総幹部組織の改組マイズル増収所、マイズル衛生隊を新編。マイズル工作所を廃止。10月1日、総幹部に幕僚長を設置。新潟基地文献隊をマイズル防備隊から。 マイル警備隊に編成がえ、5月11日、12月27日、マイル防備隊に水中処分隊を新編、7月1日、マイル水雷整備所を新編、マイル水雷調整所を廃止、7月1日、部隊改編によりマイル防備隊が廃止、警備隊の組織改編及び、マイル基地業務隊を新編、一月十五日、第二号、A、隊が、 第3護衛隊軍から編入。3月24日、対番号の改正により、第2護衛隊が第24護衛隊に解消。12月8日、補給整備部門の組織改編。舞鶴補給所と舞鶴増収所が統合され、舞鶴増収補給所に改編。舞鶴水雷整備所が、舞鶴弾薬整備補給所に改編。3月23日、 マイズ警備区内の野登半島沖で不審戦事案が発生する。防衛庁設置法に基づく調査、研究として、マイズ地方隊第31護衛隊所属の護衛官、アブクマがマイズ基地を提警校とする第3護衛隊軍のハルナ及び明光とと共に出動。ハルナ、ミはそれぞれ実弾による警告射撃を実施し、 臨検の準備をすると活躍したが、アブクマは護衛艦の中で比較的低速だったため十分に活躍できなかった。3月22日、マイズル通信隊がマイズルシステム通信隊に改編され、システム通信隊軍令下に編成がえ、3月25日、マイズル警備隊に第2ミサイル停隊を新編。3月26日、 大制以降による舞台改編により第24護衛隊が第14護衛隊に解消され護衛艦隊霊下に編成がえ。4月3日舞台改編により多様都支援艦、日打ちを地方隊直轄から舞鶴警備隊霊下に編成がえ。舞鶴地方総幹部の入り口舞鶴音楽隊の 学期運搬車令は2年6月12日時点詳細は、地方大変性を参照マイズル基地北九三橋、詳細は、マイズル基地を参照マイズル基地は、現在は、ヒューガを機艦とする護衛艦隊第三護衛隊軍の母校でもある。第二次世界大戦前は、帝国海軍マイズルチンジフが置かれていたが、平時は、戦艦は置かれず、ワシントン体制時代には、 洋項部に格下げされるなど、他の陳述府に比べ運用上軽視されていた。近年は、北朝鮮籍工作船の活動に備えるため、ミサイル艇2隻、また、日本海の戦略的重要性から、イージス艦2隻も順次配備された。また直近では、隣接する大波燃料庫施設が拡充されるなどしている。島根県、山口県県境から、秋田県、 青森県県境までという広大な守備範囲を持つ日本海側唯一の海上自衛隊の基地として増強が図られている。ありがとうございます。